今回ね、はい、あの特殊詐欺をあえてここでやる、まあ、特殊詐欺ずっと問題になったことをあとで説明してだければ分かるんだけどちょっと今回のあの まあメディアがなんかバカ騒ぎしている、うん、あのフィリピンのルフィ問題がですねもともとはやはり特殊詐欺から発生しているんだということを聞いて特殊詐欺をちゃんとやってこなかったことがまずかったなと実は今になって思い直して、うんそのね、今日、正さんに来ていただいたんだけど、はい、まあ一連の,あのフィリピンの,です、ね、それこそあの入管施設にあのわざわざ自分の身内に訴えさせて、うん。うんはい 交流されて、うん、その中から指令を出しながらうんぬんっていうようなまあちょっと何て言うんですかね想像してなかったようなスケールなんだけどまあずっと特殊詐欺を取材されてきた、はい、田崎さん今回のまあ,あの事件っていうのはどういうふうに見てますか、はい、彼がどこまで指示をしていたのかっていうのはちょっとこれから分かるのか分かんないのか分かんないのかもしれないんですけどもまあ,あることないこと言うわけですから。あのー どこまで支持してたのか具体的になんとなくの流用しているマニュアルを右から左に動かして日本にいる別のリクルーターだったり別のポスト役みたいな人間にこうしてくださいねって言っただけかもしれないですよねだからそこはちょっと全容が分からないのであれなんですけどもただやっぱり取材してして,て思うのはそういうこう誰々が誰々に支持してっていう構造がもう本当に多重的多層的に行われている。 ですよね、うん。年間、えっと、一万五千ってことは三百六十五日だから、毎日。五十件とか来てるってことでしょ?。五十件はね、うん、あの、私の肌感覚から言っても、うん、神奈川県の。そういう、こう、発生事由から考えても、全然リアリティ。それくらい?。はい。驚きはこちらですよね。はい。被害。 それれぞの年間の被害総額なんだけど一番多い時2014年は500億いったんですねで今でも年間360億 ?360 億です。毎日1億円騙し取られてまあどんなプレイヤーが存在するかっていうところで一応指令役というのがいると。 あそこで言うルフィみたいなのがただルフィっていうのもまあどうも一人じゃないみたいだけどいずれにしてもこういうのがいると、それでまあ、えー、電話をかけるかけ子でこれは、はい、あの電話をかけるアジトこのアジトみたいなのが結構こう摘発されるので今は何か読、はい、んだら高速道路をもう走りすごいスピードで走りながらそうすると警察が探知ができない。そこでなんかあのワゴン車かなんかの 三列シート2三列目、3列目とかでとにかく電話をかけまくる人間がいるというようなそ、はい、そんなそんな状況なのそうですねこれはあの実際に私があのかけ子をやったことがありますという人間に取材した話なんですけども、うん、あのそういう手法で、えー、っともう彼も東北から名古屋行ってまた福島戻ってみたいな形で働くというかあの詐欺の電話をかけ続けると。うん 巧妙にできたシステムですね。あのさっきあの佐々木さんがね徐望に答えたように、えー、おそらく経験に学び進化していき、えー、結果として今出来上がっているシステムはあのいわゆるま僕らよく集合知の結集ですよね。で誰か一人で考えたものではない。えー、しかしあの集合知 としてまあ、誰か一人が考えたとしたら本当にもう天才としか思えないぐらいの洗練されたシステムだということですよね。足がつかなであるいはかけ子の場合の,そのコミュニケーションの仕方とかっていうのはかなり生々しいというかねそこはあの訓練やある種ノウハウの 得が必要だと思うけどものすごい詳細なマニュアルが私見たことありますけどもすごいですマニュアルが。ああそうかマニュアル通りやればいいわそうこう言ったらこうっていうんていうんですかあるじゃないですかあのんていうんですかそういうのチャートチャートみたいなのがあってまあ言い方悪いけど誰ででもきるるなって結局被害者の9割は60歳以上。 加害者の、えーとまあ、多くは、えーまあ、10代後半から20代の、まあ、若者になってるっていうまあだからこれ若者が高齢者から奪ってる形にはなってるんですね、まあ、実際その若者がっていうところが、まあ、ポイントなんだけど、えー、一応これもじゃ見せておきましょうこれもねえっ、ー、と特殊詐欺で緊急された人の年齢構成っていうので 20, 代20未満20 30未満ここまでですよ。 ここまでが30代もいられるともう8割を超える9割くらいが30までだから若い人が皆さん、まあ、やってるんじゃっていう読みじゃないけど検挙されてるっていうこ、ね、これが今、まあ、順貯蓄額世帯主の年齢別順貯蓄額ですけど、えー、これ70代60代が、まあまあ、2,000万以上。 えー、2002年からずっとですけど、まあ、横ばいで2,000万以上ずっと持ってるとでストンと落ちて50代これがまあ1,000万ちょっと今1,000万ギリギリぐらいなのかな、ね、ほんで突然そこからその下がもう結構やばいんですよ、はい、あの開いてるだけじゃなくてゼロに近いプラスその減っていってるってことなんですね、うん、この,<う>この2つは 加工していってててっっですねまだマイナスってここととは借金ってことですよ、ね、まあ家買ったりするとかす、ね、家買ったりするっていうことで、まあ、そういう意味ではあのそういうのも含めてだけどだけどまあこの40代も含めてこの3つの世代はもう明らかにやっぱりこのその前の世代と比べるとまあ非常に厳しい経済状況の中にあって、まあ、そういうその借金とか多いような若い連中が、えー、SNS なんかで。 そのごく一部が日々の生活に救急とし困窮し、うん、あの犯罪に及んでしまうというかですねあるいは SNS で手っ取り早く稼ぐとかいうことを検索してしまうとししまうやっぱりひと事なんだよね。なんで騙されるの、うん、とか誰かに相談すればいいのに一人ぼっちだからかな、うん、とかっていうふうに、ねね、まあ騙される方が悪いあるいは騙される側に まあ、あんまり普通はないような特殊な条件があるんだよねっていうふうに、まあ、それを社会学ではねあのカッティングアウトオペレーション切断操作っていうるんですよよ、まあ、突き放してるよなぜ切断操作が行われるのかっていう研究は、うん、旧シカゴ派っていうのはよくやってたんだけど要は自分ごと化すると不安になるから。うん だから自分には怒らないんだよね。で、うん、そういうことを言ってくれるコメンテーターや番組がもてはやされることすでよね今日本で行われているおとり捜査とか泳がせ捜査みたいなものっていうのはすごく厳格に法廷で決められていて、うん、で唯一認められているのがあの覚醒剤系なんですよ。まとり系の話でで要は小麦粉に入れ替えて流してそれを追跡すると。うん、で受け取ったやつを 逮捕するあるいは受け取ったやつは小麦粉を持ってるだけだからさらに泳がせてあのそれをあの取りに来るやつピックアップするやつをパクるとかっていう形で泳がせ捜査っていうのが行われてるこれ法,法律でちゃんと定められてるんですよねこれはやっていいよっていうコントロールデリバリーとかあのそううリアルデリバリーみたいな話をするんですけどもあのそれがですねなぜかこの特殊詐欺に関して言うと全くなされてない。で これをあのまさにその先ほどの抑止の話あのどうするんだって話の,あの部分なんですけども法整備がなんでここまで、ね、10年前からもうこんな凄まじい5000億円もう今6000億円に達する被害額になっているということは立法事実実は確なるわけですよものすごい被害者が多くて凄まじいでこの金、お金が、ね、どこに回っているかといったら終えてない理由というのは。 最近でいうともうこれ全部ビットコインみたいなんていうんですか仮想通貨になってる大元が捕まってないんだから仮想通貨されちゃうんですよね今まさにそうするともうどこに行ったか分かんないで押して知るべしなんですけども要は反社会的な用途に使われていってお金を薬物を買ったりあるいは人身売買に使ったりいろんなアジアのいろんな諸国に回ったりとかっていう要は領収書の必要ないお金になってってるわけですよでそういう害悪をねもう分かってるわけですよっていうことは 厳、えー、罰化が必要、うん、あるいは捜査手法の 特例法みたいなものを作ることをむしろなんで今やらないんじゃなくて何で今までやってなかったのかそれは逆に僕確かに聞きたいんですよこれだけ長いことでこんなデータまで警察まとめてるのになぜさっきね僕気になったのそこ今回の場合法律はこういうのに違反になるんですよって何言ったっけ詐欺と窃盗と電子系詐欺使用詐欺どれもそんなに重くないんですよ。 すごく重んだけどでも基本的にはその特殊詐欺の部分っていうのは重くないじゃないですか、はい、なぜその特殊詐欺がこれだけ起きているのに特殊詐欺に対応した法制度っていうのが全然進んでいないんだとだしさんは思います。